今日のデイリーマインドセット今日のテーマは、高級思考も持ちなさい。高級思考も持ちなさい。で、これはどういうことかっていうと、実は昨日ですね、あの、まあ、うちうち仲間が集まりまして、えー、何人だったかな、7人か8人か、それぐらいで、 有馬ってとこあるんですけどあの神戸神戸じゃないか兵庫で有馬離宮っていうなんかいいホテルがあるんですけど会員制のでそこに初めて行ったんですねそのメンバーのうちの一人が、まあ、会員であったので、まあ、招待してくれてでそこ行ってきてですねでまあ温泉なんですけど温泉には入りませんでしたけどあのみんなでワイワイ。えー えー、食べて飲んで話してっていう感じでですねあのずっとやっていたもんですから夜中も何時か分かんないですけど結構あの話し込んでですね、えー、いたんですけど、まあ、そこをまあ招待してくれたので行ってきたんですねす、ね、すごいいいホテルだったんですね、まあ、とってもいい感じでまあ広いですしうん部屋が何なのか分かりませんけどまあ普通のホテルでいうともうスイートに当たるようなとこですね。 まあスイートだったんじゃないかなと一番奥配った部屋でしたのであの本当に広くていいとこだったんですね高級感のあるところでで私そこに行った時に感じたのがあやっぱこういうとこ住まなきゃダメだなって思ったんですねまあそこはホテルですからもちろん住めないですけどあの住まなきゃいけないなっていうか住みたいなっていうことは思ったんですね最近まあそういう思考がもともとあったあったんですけど でそれがまあ自分の思いが減少、うん、化したっていうんでしょうかねっていうのもあったのかもしれませんがまあそこに行ってこう見て感じて、うん、たときにああこういうとこを住みたいなと思いましたまあ具体的に探したりはしてませんけどそう思ったとでそれってですねある意味まあ高級思考ですよもし本当にそれそういったマンション買ってですねやるとすれば まあそうですね、まあ、数千万五千万以上とかまあんまするでしょうね、まあ、あのタワーの高いところとかになってくるとですねそれぐらいになってくるかなというふうに思うんですけどでそれって贅沢ですかっていうと私はそういうふうにあんまり実は思ってないんですよ。でお金のことになると少しこう何て言うんでしょう私たちの日本の金銭教育って言いますかねお金の教育って言いますか その辺が、まあ、きちんと整備されていないことによってなんか贅沢っていうのが敵のような、まあ、戦後教育はまあそういったところがあるかなと思うんですけど、まあ、戦後教育を受けているような人たちを親に持つ世代といいましょうかね私なんかそうなのかなとは思うんですけど、まあ、うちは正直なことを言うとあのどちらかというと贅沢教育だったかとは思いますね。 あんまその製品思想っていうのはうちはなかったです私子供の時もですねですので割とそこに抵抗はないんですけどあのある人もいると思うんですねで私みんな昨日そのメンバー集まった時にですね言ったのが人っていい人見るといい人見たくなりたいなって思うじゃないですか優しい人見るとあ優しくなりたいなとかこういうんな人見たく優しくなれたらいいなとか 親切な人見たら私もあえて人に親切になれるようになりたいなって思いますよね。で、それっていいことですよね。いいことだと思うんです。私もそれを進めたいと思いますよ。私自身もそう思いますしね。で、実は高級なものっていうのも同じなんですよね。要はそういうようないいホテルであるとか、いい家であるとか、いいバッグとか、いい服とか。 あいろんないい時計とかありますよね。ね、そういうのを持っている人とか身につけている人っていうものを見たときにも同じような思考を持ってほしいなっていうふうに思うんですよね。で、それを目指してそこに行く。そうすると、高級なものというのはやっぱり高級な波動っていうのがありますよ。で、それは人親切と同じようなものを持っているってことですよね。で、それによって人を感化し、まあ、より良い,い方に導くっていうものを。 あの持っていますからあそのものもがですねですからそこを目指すって全然悪いことじゃないんですよなんか強欲とかそういうことじゃないんですよねまあいいことしてそうなればいいわけじゃないですか,かその高級なものそのものにいいとか悪いっていう性質持ってませんからあまあさっき言った言い方で言うといいものを持ってるつまり何言いたいかっていうと何て言うんでしょうね 人をだか悪いいいいことしししてててお金儲けしていいものを持ってるみたいな成りきりしそうですよ。ああいう感じで高級なものに悪いイメージ持っちゃってる人もいるんですけど本来は高級なものそのものにはただただあの高級だねってダイヤモンドもそうですねただただいい波動が宿ってるわけであってそれを手に入れる過程において変な連想を持っちゃってる人たちがああいうのはよろしくないみたいな。 感情、イメージを抱いいてたりするのかなっていうふうに思うんで,す、ね、でもそれって間違ったイメージじゃないですかあのゴールドとかダイヤモンドとかそういうようなホテルっていうそのものにあの悪いものっていうのはありませんよね本来はいいただただその波動が宿っているだけですよねですからそういうようなことっていうのをまず認識したいなってことですよね分かりたいなと そして、そこを目指していいんですよって思うんですよ。目指していいんですよと。欲しいって思っていいんですよと。なんかそんなこと思っちゃいけないみたいですね。思ってらっしゃる方もいるんですよ、本当に。自分なんかみたいな。いやいやいや、そんなことないよ。それ言ったら、自分なんか天国に行けないって言ってるのと一緒ですよ。うんそんなのおかしいじゃないですか。天国に行きたいって誰だって思っていいですよね。誰だって思っていいんです。で、高級なものを身につけるっていうのはある意味天国の世界であるんですよね。 ああいうとこ行くとやっぱりですね不思議なもんでそれそのものに性質はないって言いましたけどやっぱり天国に地獄の住人っていうのはいないんですよ地獄に天国の住人は時々いますそれは助けに行くってことはあるんですけどあの天国に地獄の住人っていないってことはやっぱりそこは居心地がいいとこですよね居心地がいいとこですですからやっぱりそういううん高級なとこっていうのはまあ ほとんどのケースにおいてまあいい波動ですね変な人たちってあんまりないですあの気が立っているとかですねあるいは人のことを陥れようと思うとかですねだま、うん、そうとする人とかそういうようなっていうのはゼロではないでしょうけど、まあ、それこそ悪いことしてなりきんちくみたいな人もゼロではないですけどまあ限りなく少ない小さいということは間違いないですよですからあのそれはありますね ですのでそういったところってやっぱ住んでるので住んだところにいれば自分の気持ちも住みやすいっていうのはこれはありますよね確かにあるのでまあそういったところをですね目指すっていうのは、まあ、ある意味において天国に行きたいと思うのと一緒ですからまあ決して悪いことじゃありませんよと自分の中でそういうものを善なる心として認めてほしいなっていうことは思うんですよね。 親切になりたいっていうことに対して抵抗を感じる人はいないであるならばお金持ちになりたいとか高級なものを身につけたいと思うことにもあの善なる心を,を結びつけてほしいなということを私は思うわけですねまあ私は自然にそう思っていますですけどもしそこに抵抗を感じるとすればその抵抗点てまやかしですよとな何かしらの自分の生きてきた育ってきた環境において刷り込まれた あものでそれは真なるものではありませんよということはですねあなたに伝えておきたいなというふうに思います高級思考も持ちなさいこれが今日のデイリーマインドセットです